皆さんこんにちは、よしきです。よろしくお願いします。本日は家康線の魅力を一部分のみ紹介しようと思います。今回は駅の紹介や撮影スポットの紹介となります。まず最初は家康線の人気撮影スポット、七久保カーブこと秋葉街道踏切です。このようにインカーブを描いて通過していく列車を撮影できます。飯田線の列車に乗車していると必ずアルプスを見かけることがあります。現在撮影しているのは中央アルプス、もしくは木曽駒ヶ岳と呼ばれている山です。11月下旬から5月あたりまでは雪が、7月中旬からは緑深い色が、10月あたりから紅葉を見ることができます。余談ではあるのですが、この山の向こう側を中央西線が走行しています。飯田線は秘境駅路線として知られていますが、それは飯田駅以南の話になります。現在撮影している地域は飯田駅以北の映像です。そんな飯田駅以北にも秘境駅がわずかとして存在しています。しかしその秘境駅は我々が想像するより利用者が多い駅でもあり、全国秘境駅ランキングが200位と最下位な駅でもあり、秘境駅としてはマイナーな存在であります。それではその駅をちょっとだけ早く見てみるために、一足早くその駅に行ってみましょう。その駅がこの JR 飯田線の稲田島駅です。先ほどの木曽山脈も見える綺麗な駅でもあります。見た目は普通の秘境駅なのにもかかわらず、意外と1日の平均利用者数が10人以上だったりと秘境駅としては栄えている駅です。ちなみにこの駅は左側に桜が植えられていますが、撮影当日はまだ時期が早かったようです。おそらく3月下旬になれば見頃だと思います。先ほどの木曽山脈を右手にし、次に見えてくるのが赤石山脈こと南アルプスです。これもさらに余談ですが、この山の向こう側を身延線が走行しています。ドアへ向かいます。ランプが点灯いたしましたら開けるのボタンを押してお降りください。今通過しているカーブは飯田線人気撮影スポット鶴瓶カーブこと鶴瓶踏切です。先ほどの七久保カーブと同じくインカーブを通過する列車を撮影できます。それでは先ほど通過した鶴瓶カーブを外から見てみましょう。列車は稲大島駅に到着しました。お隣の一番線ホームにすれ違い車両が止まっています。飯田線は単線路線のため、すれ違う列車とはすれ違える駅ですれ違う必要があります。
現在乗車している車両は313系1700番台です。1700番台は飯田線でよく見かける車両です。さらにこの車両はおなじみの転換クロスシートですが、飯田線に313系の転換クロスシートはこの1700番台のみとなっています。特急列車も遅いとされている飯田線でも、直線距離が長く続けば速度も速くなります。それでは本日の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。白な